ハードなパーソー。ただまだ松本小林コンビのね連携は生きてますからね。なるほど。さあやっぱりこうなるともうここから先はハイパイも大事。はい、どうだ、ドラパーソー右は普通全部両面。内川アメンツいい。問題この2人ですね。初統一、あー強い、これは役できる。両面あーいいぞ。これ小林はあいいアメンツやばい。小林選手もいいから、これ近藤選手が一番悪いです。赤い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 。わからない、これはもうわかんないよ。これはわかんないですね。もうで松本選手が初を泣けるかどうかですよね。泣けるっていうのは出るかどうかっていうんですか。いや出た時に泣くかどうかってことですね、はい、松本選手まだ有利には変わりないんで、はい、この微妙な手で初ないって安全牌ゼロにするのがどうかっていう話ですよね。内川がいいシャンテン。いやーいいシャンテンだ小林選手も。カンチャン両面。今度ツモが悪いか嘘だけか、まあ、嘘だかは最高でしたからね。はい、あとはこっから先も全部両面待ちですから ね、ちょっと待つ作業です。あとは手の下しようがないかもしれない。もう引けるかどうか。変化見た、これじゃないんだよ。これはいらないか。これはちょっとまだ順目早すぎてとても泣けないですもんね。泣けないですね。これはとてもじゃないけど2900にはできない。はい、内川どうするかな。嘘を切っておくと一気通貫赤ウーピンドラ全部使いますね。嘘小林選手ローピンチームしそうですね。なるほど、全力で。いや、こない、おい、ここでの三巡からつもぎりはきつい。赤い、お、三層切りですか。いいシャンテンですか。赤ウーピンくっつきもいいしストレートもいいと。いや伸びた、これは初泣けますね。形良すぎて今精査してますね、はい、よし泣こうと。これは泣こう。うわー来た。いやーこれ近藤選手大ピンチ、大囲まれましたね。周り3人、3人の2人のイシャンテンと1人のリアンシャンテンに囲まれました、はい、あ引いた、これでイシャンテン地位させないことを考えたらリアンワン切りですね。リアンワン切り、リアンメン、リアンメン間に合うかどうかですね。はい、間に合うのか。内川イシャンテン、松本リアンシャンテン、イシャンテン、これでイシャンテン、全員イシャンテンですね、はい、これ形がいいのはやっぱ小林と近藤ですよね。リアンメン、リアンメン、これウーピンでたらチーなんですかね。小林さん肩上がりローピン泣かない、これは泣かない、さすがに泣かない。ドライいらない。今度追いつくか。追いついた、追い抜いた、抜いた、6、9万だ。これは9万2ロワン2 4、あとは周りがいけるかどうかですね。そうですね、松本はいかないですね。いかない、おそらく。いやでも松本選手これ積もられたらきついけどいけないな。いけないですね。いきなり4着になるってことないですもんね、はい、小林は、小林は安全牌ない、ない。リャンピンが3枚目、パーピンじゃないですか。単用でしかもリャンワンとリャンピンどっちも現物なんでチーロンみたいな。なるほど、パーピンかな。ワダブルワンチャンス、ダブルワンチャンスというかチーピンの2チャンス。もうなんか切れなきゃしょうがないですからね、はい、いやーおそらくフェニックスのファンは祈ってます。上がってくださいと。そうですね、いやそしてそれを一番、ね、願っているのはもちろん近藤自身。さあまずは小林何を切る。パーピンかパーワンな気がするけど、ならいいシャンテン3切れか。そうなんですよね、でもならいいシャンテンのパーピンな気がしますね。パーピンだ。さあいけるか4山。リャンピン、リャンピン、小林選手お好きがどんどんなくなっていく。要は自分の上がり牌が出ちゃってるってことですね。そうですね、ただ松本がこの瞬間ヒュッとするかもしれない。いやー初だ。持ってないんですよね。ドラだー。ここまでですか。まあパーピン切って、でこれパーピン切っても自陣何もないんですよ結局。え、じゃあチーピンだけ行くとかパーソー行ってイーシャンテン維持はありますね。いやでもパーピンなりそうかな。いやーパーピンに見えますね。結局次何もないんで、であれば、であればイーシャンテン維持はありますよね。筋すらないんで、いやでもこれを
ここまで考えれたら素晴らしい。うー、はい、パーピンか。ここは我慢。でもそういうことだったんですね。そうですね。一巡耐えるか上がりで耐えるかってことですね。そうですね。形はもう押せないんですけど、はい、結局自順あれないない。しかも9万危ない。絶好の可能性。これ9万じゃないですか。これ9万だ。9万しかないキルハイが。3ピン、いや3ピンも無理だな。暗号として30品。ああなるほど。2ピン切れてるんで。いやこれ9万になっちゃいますって。ああこれローソン引いてなかったら3ピンだったと思うんですよ。はい、どうせ上がりもあるし端っこだし、これ9万か。これ9万になっちゃう。9万じゃなかったら何切るか分かんないですもん。もう3品しかないですね。これ9万だな。でもこれ9万ですよ。いや偉すぎる。偉すぎ、偉すぎる。あんなことできます？感動素入ったのに誘惑に負けない。素晴らしいですねこれは。しかしじゃあ積もってやるよ。裏ドラ乗ったら松本お前は立派だ。でも俺は積もるぞ。4000は4000オールだ。リーズもピンフ、赤浦、近藤が意地を見せた。小林が意地を見せるなら俺も見せてやる。